どうも、ルネです。今日も一日お疲れ様です。毎日16時公開、マリオカート8デラックス第188回目、リボンロード 150cc からスタートです。ちょっとボケーとしてて、録画ボタンを押すタイミングをいつもとずれましたね。まあ、いいけど。ここもあんまりね、うまく走れないコースなんだよね。結構まあライバル的要因が大きいんだけど、何食らった今。こっちバナナ装備してたんだよ。キノコ来た。ブーメラン当てないで。ああ、さあ3周目。あぶね、絶対うわー、うまい。10位かよ、最下位じゃん。第2レース、サンシャイン空港 150cc。スタートダッシュ成功したっぽいね。2周目4位です。パです。さあ3周目5位です。さあこっからだね。残り1周でうまいこといくといいんだけど。うわー、それは無理。
コインは申し分ない。よし、社サイン。なんか最下位取って高順位取ってって戻してって感じかな。第3レース吉井バレー 150cc のミラーですね。何今の。してるぜ。だーい。いや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 、そりゃないだろう。で、コインはとりあえず10枚手に曲げて、あ、落ちた。5位か。